トゥンド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 ゥン PC エンジンミニ233枠目スーパー桃太郎電鉄2 7枠目です。はい、黒金さん、サンジさんいらっしゃい。和骨です。和骨でございます。さん、コーヒーさんいらっしゃい。さあ、今日も転がしていきましょう。サイコロ。よし。もう10年ね、超えました。バーストさんいらっしゃい。でね。和骨です。ブラブラ。アガトダイモンさんいらっしゃい。リンドウさんがレグです。さあ、ちょうどキリがいい。9月からですね。社長の皆さん、なずきさん、ありがとうございます。赤戸大門さん、十字コメントで。くしろまで、くしろまで32ます。トウヤさんにして。お、赤松じゃん。シエリさんにして。でんもうここ青ですね。4500は。15個目さんでした。おじさん、赤と大門下がりです。プンギャンプンギャン。わこ、マルサ使った。特製例。ラコ。ジナさん、森さんが一番大事。あ、ま、もれ、マルサまだ使ってないね。でんでんでん。桃鉄みたいけど、目がもう開けられません。リザインさん、おやすみなさい。ボンビー子会社を作ってほしいよね。ニランプエンタープライズノーコンキルさんください。ね、眠たい時は眠る、これが健康ですよね。バイデン社長、デビル来ないな。なんかデビルカードがよく見えるね。でもデビルカードで見えたよ。ありがとうです。和骨です。うわーうわー、デビル来るなよ、デビル来るなよ。高さいなっちゃい。うわっ嘘だろ。なんだよ、デビルに疲れすぎだろ、ちょっとなんだよ、俺のカードマス、このカード、おかしい。黒くなっちゃう。謎の青いカード相当されるちょっとデビルばっかりやんよ。デビル率高すぎない？こんなに高かったっけ。ちょっといいカードちょうだい、いいカード、全くいいカードデビルマン。あ、お守りカードで物件売られないやつか。悪魔召喚式ですね。悪魔、じゃあ、メガティンやってるからかな。デビル、アナライズ、デビル召喚プログラムが。皆さん大変です。とうとう桃砂が成虫になってしまいます。まあ、しょうがないね。 謎は、水野社長がね、金太郎カード買わなかったね。桃砂のね、夏の街は壊滅状態です。水の伝説よりの釜飯屋が跡形もなく崩れ落ちました。水の伝説よりの釜飯屋が跡形もなく崩れ落ちました。水の伝説よりの温泉が跡形もなく崩れ落ちました。被害総額発表します。水の伝説1億2000万円の被害でした。アランプロトさんいらっしゃい。ご10個いらっしゃい。しょうがないね、対策できたのにね。温泉手放したんだね。あんまり集客が良くなかった。プラプラ、なんだかオビル社長が嬉しそうですね。わら、うわー、かましたよ、もう。少しでも増やそう。あー、11月だから増えないわ、全然。あー、3000万終わってく。やめて。うんぎゃんぎゃん。うんぎゃんぎゃん。え、一番離れてない、離れてるのは俺かな？みんな20何マスとかだね。あ、やばい、次でデビル、デビルじゃないや、ボンビ来るわ。デビル来るな、デビル。和骨です。和骨。58個目さん、カズキブさんです。かいが、ボンビー、博多のラーメン屋売ったのね。いかんな、貧乏神、そろそろあれやない、キングになったりするんじゃないの。やるな、やめるなよ。こっちが近い。今は今物件買うばっ
あれじゃないな。うわー、3000万。あー、いかん。次、借金になる、借金になる。まだ次の次が。2月まで、せっ決算までも。あー、炭鉱からお金が出てきた。いいな、水野社長。いかん、いかん、いかん。しかも冬だから、プラス、青マス止まっても、お金が増えない。デビル来いよ、ほら。なんでクソ社長エンデルなんだよ。水野社長起死回生の金。うわぁ、ボンビー博多のラーメン屋を売ったのね。ああ、そうそう、モンビットでね、声優でいらっしゃいますからね。あとまだまだ出るぞ、まだまだ出るぞ、まだまだ出るぞ、まだまだ3000万。デビルコイコラーわら。うわー、2億1000万。うわー、みんなみんな、しかしね、手持ちの金がそんなに多いと、スリが来るぞ、スリが。スズさんいらっしゃい。銀次が狙ってるよ、銀次が。私ぐらいのね、手持ちの金でいいんだよ。ね。あ、よかった、よかった。なんかない、青松ないかな。あ、青松、少しでも、少しでも。450万っすよ。あー、うわー。あ、カード、カード、カード売る、カード売る、それだ。どうもそれで、カード売って、なんとか切り抜けるんだ。止まれたらなんだけど。デビル。くそー。しかも今、ナスあたりで売れたような。ナスいけた？ナスあたり。わらわらカードリバーいけた？あ、それはあれだったな、見落としてたね。ボンビー、仙台のタンス屋なのね。どんどんトランプ社長売られていく。デビル来いよ、デビル。一か八かカード、なんだ。ラックスさん派見てるな。一かよー。あ、ギリ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 、なんとかなんとかなんとか。文字金740万までギリギリだ。あぶねえ。物件売る、売られるところ、なんとか。助かった。助かった。助かった。ここで特急カード。首の皮一枚だった。で、もう次決算だから。もうこの、もう耐えた耐えた。次決算だから。ラックス社長一番手だからね。プンギャンプンギャン。まだしかし水野社長、他と差があるからと思って遊んでんな。一番手で楽々つけるはずが。こいつわからないの、特急カード使ってぐるぐるする。カードが欲しいのか、それとカード売り場に泊まりたかったのかですかね。妙見されてる。カード売り場に泊まりたかったんですかね。とにかくエンマ様、エンマすぐそこだ。とにかくなんか特急系を、とにかくかぶっ飛びと特急をとにかくないと、なんか不安みたいになってますね。決算ですよ。10年目の決算。さあ皆さん、この1年間どんな経営をなさいましたか。この1年間の収益発表したいと思います。猫じゃらしさんいらっしゃい。ラグ社長の収益6億6450万円、水野社長1億、クソン社長5億、トランプ社長8000、バイデン3億9000万、カニ予選マイナス 30%。 うん、クソン社長め、これはマルサを差し向けるしかないか。ここはちょっとクソン社長ズルしてませんこと、税金ごまかしてませんこと。1年のうち半分がデビルと同居。デビルとごまかしてませんこと、これは。もうちょっと、あ、待って待って。そうだ、今、やめとこう。ちょっと、クソ社長、物件かなんか買って、お金、手持ちを減ったとこがいいんじゃないの。そうしよう、そうしよう。今、手持ち金があるから、大して、あれだろう。物件を買って、ね、手持ち少なくなったとこに、ドーンって、行っちゃおう。ちゃおうか。今デブル。よし、あ、やっと消えた。やっと消えた、やっと消えた。
ドーンと自分のところにですね。やっと消えた。やっぱりね、一人だけ飛び抜けてたら絶対マルさんそこ行くと思いますよ。そこ行く、そこ行く。時をあのぐるぐる回るのに使うとなんかもったいない気もするけどね。またカードリバだ。ぶっ飛びカード。もっと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 金を。あ、これじゃ成長に青いビルの会社が申告漏れとの垂れ込みが。あ、でもエンジンはあるからな。いやいや、私はもうね、税金きちんと報告しますよ。都民カード。ボンビー、また売ったのね。ドランプ社長どんどん向き合われ、売られまくり。モトラマンカード。あ、じゃあ次どちら出ても大丈夫だね。1の物件売れよ。1の物件売れよ。プンギャ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 ンプンギャンプンギャン。クソ社長、クソ社長が物件を買った時はじゃあ、おっと、あ、戻ってきた。行かないの？特急系カード買って戻るね。デビルマサミさんが行くとです。目指してるのトランプ社長ぐらい今。ボンビーセランプエンタープライズ。クスオ社長なんかバグってますね。クスオ社長はなんかあれだね、おかしな行動するね。グランプなら成功。グランプなら成功。グランプは大成功だね。あ、桃太郎マン売るんだ。あー、桃太郎マン売ったわ。なんだよバイデン社長、みんなのために桃太郎マン残しといてよ。バイデン、バイデン頼むよ。 No No、 まあ私はどこも買い占めてないから桃太郎マンいらないです。うんにゃんにゃんにゃん。あ、しまった。イエーイ、もう勘違いした。フェリーマスで1マス取られてた。もったいないな今の。まあいいか、何、夏だから、夏だから。またクソ社長が。こっち来た。ようやくみんな北海道目指し出したか。またよし、今度は幸せの天使俺に来てくれ。デビルばっかりだよ。あ、戻ってきた。なんで戻ってきたんだ。ボンビ付けに来たのかい。ボンビー今誰についてんだっけ。あ、ボンビー、ボンビーつける、ボンビーつける気か。モモトラマンカード。あー、ここにいるわ今。クソ社長か。ちょっと戻ろう。どうせもうこの近所だから、近所だからな。さすがにもう、まあまあいいか。さすがにもう今日デビル来ないだろうと思うけど、ちょっと最近カードマスが怖い怖いな。社長、クソをつけに来たか。あっち、あっち北海道の、北海道のバー分かんない。今回高いですよ。今までこんなことなかったですよ。っていうか前やった時ね、こんなにデビルついてもなかった。こ
今回ちょっとデビル率多すぎですよ。毎年1回デビルついてるよ。ラックス社長はすごいデビル。あ、やった。よーし、カード売り場だ。テレホンカード使えばよかったな。テレホンカード使っても、これがデジタルというストーリーですか。物件をあれ取ればよかったな。特急カード買って、イエス、デジタル持ちきれない。1個しか買えなかったな。まあいいや、テレホンカードか使おう。サミット、わら。確かにシリーズのどれかは黄色を避けてた記憶があるんですよね。あ、また水野社長。水野社長、なんと7度目ですよ。7度目。名古屋、おし、近い。名古屋だ、名古屋だ。ねえ、お金がない時泊まったらもう大変。物件買ってね、お金がなくなっちゃった時。クソ社長についてる。クソ社長についてる。ブケブレ、ブケブレ、リボン、ブケブレ。まあ、むさいおっさんが。ボンビー、ブケブレ的で松坂のステーキハウスなのね。これで松坂の、やった、買い占め、買い占め OK。確かに。わらわら。まだ女の子だったら、あれ、あ、でも女の子でも、あの、キングボンビーのキングボンビーみたいな。悪行やったら許せんな。前田社長、緊急で戻ってきた。飛べ、飛んでいく、飛びます、飛びます。どんどん飛んでいく、どんどん飛んでいく、どんどん飛んでいく。四国を越えて九州まで行った。九州なんとこ、いや、どこに行くの？沖縄まで来た。沖縄まで来た。ぶっ飛んだ。よしよしよし。ちょっとその間に私はテレホンカードでも。バカンス、わらわら。トゥルル。はい、こちらはニコニコお茶の間ショッピングでございます。全国各地の物件をお電話一本で買うことができます。今回のおすすめ物件はエリモの牧場。サービス価格で1億8000万やります。よかった、エリモの牧場。まあ、全国番組を見ているんですが、ほぼ全員が同然となった時に実況者がサミットカードで叫んでいました。あー、いや、みんな桃鉄やってんだね。わかるね。よし、水野社長も大して来なかった。全員集まる時はサミット。これが電話なんですかとか今の人入るのだろう。ああ、今だともうスマホになってるのね。なんだよ、クソ社長に買ってくんだよ、買ってくんだよ、買ってくんだよ。まったく、プンギャンプンギャン。さ、またどこか。エリモの春は長い。そんな飛んでない。プギャプギャ。プンギャンプンギャンギョン。一回、あ、でも全部、あ、思った。飛びますね。飛んだね。よし。また飛ぶの？九州まで行け。北行け、北行け。ダメか。さあ、これも九州構成ない。九州構成ない。九州構成ない。あ、徳島だ。奇遇だね。水野社長とバイデン社長が徳島で密会、二人ができてるんじゃないか。お、うなぎ、徳島ブームきた。うなぎ料理屋を買ってすぐ、これでね、あの貧乏がクソじゃ、あ、怪しい密会だぞ。お、クソ社長1億だ、わら。手持ちが今1億ぐらいになってたかな。今クソ社長、今チャンスだな、これがチャンスだな。追徴課税を食らえ、クソ社長。プンギャプンギャン。バイデン社長、やっぱコンピューターね、ぶっ飛びカード好きだね。もうぶっ飛びカード、特急カード必ず持ってないと不安になるのがね。茶こしさんがありがとうだよ。皆さん、モモスラの卵がフラノに発生しました。
モモスラ2度目の登場です。フラノの町は壊滅状態になってます。ちなみにフラノの町を所有しているのはラックス伝説じゃないか。クソ伝説バイデン、あーみんな何かしら以外以上の皆さんです。早く金太郎くんを呼んでください。でもちょっとね、その前に僕はマルサを一旦作戦やったぜ。クソ社長が多分ね、あの税金ごまかしてると思いますよこれ。マルサさん青いビルを進め。あ、水野社長だった。水野社長、水野社長だった。ごまかしてたのは水野社長。そっちか、宮本信子来た。水野社長2度目のマルサ。いやー2回もごまんね。いやクソ社長言ってほしかったんだけどな。まあいいや、怖いなあ。怖い。ちゃんとね税金払ってかないと。ちょっとビル違いますよ。いやいいんですよ、青ビルはごまかしません。また溜め込んでたのか水野社長。水野社長溜め込んでた。あっとクソ社長がその間に、クソ社長は5度目だね、久しぶりだね。あれ俺俺、あ中崎だ。後で食らった方がダメージ大きいですから。わらわら、俺だった。違う、近いと思ったよ。そんな違うの。そろそろ、あ、そろだめ。なんだ俺か、なんだ俺か。あら、何これ、また沖縄コースこれ。いや、グアムだ。グアムまで行ってる。トランプ社長、アメリカに帰った。サミットですか、わらわら。トランプ社長、なんか行きましたね。ちょっとボンビやめろ、ボンビやめろ。緊急帰国したんで。おっと、今年も職員日本一を決定する季節がやってまいりました。さあ、今年の職員日本一は、ラックス伝説の札幌ラーメン屋決定しました。やりました。ラックス伝説やった。ありがとう。やっぱりね、うまい。パチパチパチ。よし、ちょっと。時カードで。もう一個。6318。札幌一番。6万。ああ、こっちから早いか。うわー、ちょっと待って。今みんなどこに行くの？いやー、待って待って待って。あ、結構離れてんなー。じゃあ、ゴール目指した方が早いか。ゴール目指そう。でれん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 。あぶねえ！今デビルがチラッと見せた。デビルが。デビル。あー、ボッケー売るなよ、森岡ワンコ様や、まったく。あー、もう、買い占めがー。わらわら、お、森岡が、森岡のラックス伝説の買い占めが崩れしまった。ボンビーナイス、的確なボンビー。買い占めのとこ売るなよ、まったく。ラックス社長さあ、ドラム社長グアムからまた戻ってこないと。おっと、マイナス痛いよ、これ。痛いよ、1億とか出てる。マイナス1億とか出てる。ボンビー、ラックス社長とは相思相愛なのねん。子会社作ろう、子会社ね。子会社作ろう。子会社ならいいよ。子会社は物件買ってくれ、物件を。お、12、結構いけた、結構いけた。よいしょ、よいしょ。ういうい。おい、まだ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 厳しくない。よし、来た。よし。あ、黄色だ。うんちカード。お。あー、やめて、物件。仙台の戦うもこや。あー、よかった。買い占めてるとこじゃないわ。まだ、まだでも安い物件だから。1000万の物件だよね。まだ。いいよ、戦うもこやがまだまだあるから。うちは美味しい笹かまぼこ屋があるから、1軒ぐらい手放してもいいよ。あーっと、豆腐料理屋があった。クソ社長め増やしてるな。着実に増やしてるね。長崎と
ギダドン。金太郎、金太郎。バイデン社長も増やした。この11年目全然物件増えてないな。あ、牧場買っただけか。お、クズオ社長、高知の沢地料理屋がテレビで取り上げられてデリシャ大人気。あ、ごめんなさい、5を進めるカードとかそんな都合のいいカードはなかった。えっ、1かボンビー。あ、いいよいいよ、カード買ってくるならいいよ。あ、それぐらいならいいよ。カード買ってこい、カード買ってこい。私のゴール久々じゃないの。ラックス前半は言ったけど5度目だ。あ、マックス社長エンジェルよく引くな。ラックス社長デビルばっかりなのに。キングにならないだけマシ。フラグ、まだキングなってないからね。まだキングならないんだっけ。15年とか、ああ結構過ぎてからかな。クスオ社長ノリノリ。クソ社長いいね。マルさんにも入られなかったし、またクソ社長狙ったんだけど。決算ですよ、11年目終了。社長さんのためにデビルカード買ってきたね。デビルカードはさすがに買ってこないだろう。さあ皆さん、この1年間どんな経営をなさいましたか。この1年間の収益発表したいと思います。ラコス店主、ラク社長収益7億2350万、ミドちゃん2億、クソ社長7億。うわー、クソ社長7億あるな。いいんやがったけど、ラック社長、水野社長、マルサでごまかされて、ごまかしが判明して25億でした。クソ社長50億か。あ、もう、なんてますか。じゃあ、ならないのおかしいね。ラック社長が追い上げ体制。あと4マス。4、さっと。止まろう。止まれないな。今なボンビーいるからな、博多泊まりたいけどやめた。ボンビー、あー、売るなよ、赤字卵へぐらいだ。早く早くつけないと。早く長崎つかないと。わらわら、こいつダメだ。大変なことしてたからしてます。いずれなんか高額物件を売るに違いない。早くつかないと。確実に物件を減らしていく。確実に物件を。おー、クソ社長にライバル会社が。なんとかしないと。なんとかしないと。借金怖いですからね、わら。クソ。プレイヤーにはガチなのなんでなの、わらわら。そうこうしているうちに、みんな、なんか、九州まで、九州近くまで来てるぞ。あ、バイデン社長。プロ野球球団買わなかったね。あ、買った買った。広島、バイデン、広島カープが、なんと海外の会社に買われてしまった。5億で、広島バイデンカープが来た。広島バイデンカープ。おや、あぶねえ。あぶねー。怖かった今。わらわら、危ない危ない。おいおい、来るなよ来るなよ。セーフ。危ない危ない。早くゴールしないと。キング来たかと思っちゃったよ。もうまだキング来てないもんね。この緊張感たまらねえぜ。惜しい。危なかったですね。そこでうんちで誰も来れなくて。これでまあ数ヶ月は。あ、そうだね。うんち行こう。あ、でもあれだよ、今度ゴールしちゃったら、あ、そうか、ゴールする前にね、そうだね、ゴールしなきゃいいんだ。ぐるぐるまで物件買い占めとこう。はい、ご視聴ありがとうございました。うんちだ、うんちしとこう。今日もおつおつでした、おやすみなさい。あ、でもうんちしたらあれだ、ずっと貧乏神ついてんじゃん、でも。でゴールしなかったら貧乏神ついてるな。おつでした。わらわら。おつでした。ぐるぐる回れないや。早くゴールしないといけないんだね。うんちしてゴールか。はい、スーパーモーダルデータまた来週の火曜です。おやすみなさい。おでした。うんち言いすぎ、笑。